中の島川です。よろしくお願いします。僕中学生の時合唱コンクール伴奏者なんですけど、で卒業式のピアノは弾いてて、だけど旅立ちの日にを弾いたことなかったんですよ。旅立ちの日ってなんか定番じゃないですか、合唱の。なんでちょっとやってみたいなと思って練習してきたんですけど、多分間違えるんで、SNS に上げる方は年をビデオ的に天才的な編集して SNS 上げてください。はい、よろしくお願いします。じゃあ緊張するよ。いきます。旅立ちの日、難しい。いつもこれでね、家で練習してないじゃないですか。そのね、ちょっと違和感があるね。いきます。旅立ちの日。
ありがとうございました。あの一番のちょっと間違えたところはちゃんとカットして、うん、あの営業妨害になっちゃうということで、はい、よろしくお願いします。あのちょっとだけあの、ね、皆さんご存知だと思うんですけど、あの今年でチームをね、いなくなることに、あーチームから離れることになりました。あのこの先のことはまだ本当に何も決まってなくて、連絡待ちみたいな、うん、でもあのなんかすごく楽しくて、うん、全然ネガティブじゃないというか、すごくいい時間を、はい、いただいてるなと思ってます。なんかいろんな人に会えたりして、はい、で、あのまあサガン鳥栖はね、まあ、今年昨日もユージがね発表になりましたけど、まあ、あのチームが選手がね入れ替わったりとか、うん、あのまあ、大変な、少し大変なクラブかもしれませんけど、なんかこう心配をこのオフ心配して過ごして大丈夫かなって入ったシーズン、なんかうまくいってるイメージあるじゃないですか。はい、なんで多分きっとね、泣く泣くこうこのチームのことは大好きだけど離れなきゃいけない選手って多分これからも出てくると思うし、うん、でもその分きっとそれぐらい、それ以上の思いを持った選手がまた入ってきてくれて、まあ、そうやって多分循環していくチームなんだと思います。僕は残りたかったんですけど、はい、僕の場合残りたかったんですけど残れなかったんだけど、うん、まあまあサガン鳥栖がこれからももうもっと大きな、そして、まあ、強いチームに、なっていくことをあの心の底から願ってます。で、あの今みんな多分皆さん見えてないと思うけど、下で選手たちが本当もうみんな泣いてて、みんな泣いてるんですよ僕の挨拶で、うん、まあ、みんなも本当号泣してるんですよ。本当にいい本当にいい選手たちで、本当に大好きな男たちなので、あのこれからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。おいで、ケイマンとタイチが一番泣いてます。お金いっぱい使ってきたんでこいつらに。